皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんと、元々女子のラゼナマリナでーす。1年半ぶり の動画共演なんですけども。そうですね、久しぶりです。なんか久しぶりでちょっと気まずい、気まずい、気まずい、もうあの相変わらず あのキャラでなんか絡みづらいなと思うんですけど。なんで絡みづらい。今回は、日韓で活躍しているガールズグループの、リーダーの、あとあメインボーカルだ、はい、はい、メインボーカルの、ロゼのマリナさんに来ていただいてます。はい、で、メジャーデビューもされてるんですか。そうですね、徳間さんから出させていただいていまして。何もう、しかもなんと、もうね、9月11日に、はい、5枚目のフィフスシングルをリリースしますよ。今日は何をするかというと、What's in my bag? バッグの中身は何が入ってるのっていう企画をやるんですけども、今回その女性の最先端を言っているそのガールズグループのマリナさんのカバンの中身が何が入ってるのって偉い言うやん、あげるやん。したら先にマリナさんのカバンの中身交換庫して、それでこうなんか見ていく、で説明してもらうみたいな。ね、本当にしょうもないよ。重い、めっちゃ重いんだけど。あ、なんでまだ先行はこっちだよ。めっちゃ軽い、何も入ってない。はい、パンパカパン。じゃあまず一つ目、除菌ティッシュ。やっぱ女子ってさ大事だよね、これ大事、ね、女の子ってやっぱどこでもさ除菌シート使っちゃう、はい、言って、うん、これ除菌ティッシュは大事です。じゃあお次、これは何ですか。それリップです。これはタタタタワンナイトスタンド、うん、そう、これリップで、これね、メンバーのね、マオからプレゼントしてもらったリップ。でやっぱ女の子ってさ、リップ直すじゃん。はい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 。なんか食べたり飲んだりするとさ、やっぱりさ、うん、唇の色落ちちゃうからさ、うんうん、そのためのリップを入れております。これね、すごい本当いいよ。はい、次、これなんですか。これね、私あるあるなんだけど、うん、消臭、ファブリーズ。あー、なるほど。別のボトルに入れてるっていう。めっちゃなんか女子っぽい。だってさ、もう汗かいたりとかさ、夏はね、やっぱ臭くなる、気にするじゃんか。電車とか乗った時は自分臭くないかなみたいな。あー、確かに。そういう時にやっぱもうシュッシュッシュッシュでファブリーズを直すだそうです。めっちゃ臭いっていうことで。ねえ、もう。はい、次、こちら、これは俺もの注意。これなんすか。これミシャっていう、ほら、あー、有名なやつ。そうそうそう、のファンデーションなんだけど、それをね、めっちゃデコってる。これメンバーからこんなことされて、見えるかな、こんなことされて、なんか冷蔵庫になんか無造作に貼られたやつみたい。メンバーにいたずらされました。見てないうちにこんなことされて、仲いいっていう感じがちょっと伺えますね。わかんないよ。これ言ったらなんかすごい釣れそうだね。わかんないよ。ね、真相はあのライブに来てね、確かめてくださいっていうことで。いけーす。はい、次こちら、これは何ですか。ファンデーション。ファンデーション、あ、これファンデーションなんだ、うん、そうそうそう、ハンドクリーム、カバーこういう、おー、粉のね、ちょっと汚いから、粉のファンデーション、これね、ファンの方からいただいて、おお、使ってるみたいですよ。使ってますよ。次、はい、続き、これはガム。ね、汚いからやめてよ。さ、私クロレッツしか食べないから、ガムは基本。はい、これもクロレッツ。ねえねえ、分かるか、2つも入ってた、2つも入ってた、なんで、やばいね。次、ロキソニン。バンドエイド。お、でも女子っぽいね、やっぱり。え、次、これがジキニ。なんかさ、私薬ばっか入ってない。おばあちゃんです。でもミニマリストって感じだね、中身見ると。汚ねえ。なんか黒ずんでるし。これもロキソニンみたいなやつで、これ充電器。狙い、その呆れた感じ。で、これがなんか、あの500円のミス。あ、これ便利だよね、コンビニ買えるから。で、これが財布。おお、MCAM。 そうね、なんかやめなさいって、汚いから。え、これザラのバッグね。そう、すごい、なんかすごいすっきりしてるっていうか、なんかいい、うん、いいですね、全然自分と違うんで。ちょっと女子やったよ、女子。うん、じゃあ開けまーす。いいですか。はい、じゃじゃーん。これ何。スマホのね、スタンドね、とこれで、ね、充電器。これ何。え、これ何。これはなんかあのスマホのなんかあのリングライト、なんか写真これで撮ると漏れるみたいな。すごい、どうやってこれつくの。これね、今ね、電池切れちゃった、ね、これ何、これ何。これね、事務所からね、借りてるやつの Wi-Fi。 なにこれ、もう充電器だらけじゃん。そう、充電器だらけ。やっぱさすが YouTuber は違うね。そう、あの電池切れたらね、仕事できない。うわ、でやっぱ重いもん。はい、出た出た出た、これなんか今流行りのな、
そう、でもこれね、めっちゃバカにされた、韓国に行ったら。え、なんで、だって韓国が使ってたじゃん、まず初めに、韓国の方が。でもめっちゃちっちゃいの、この扇風機部分が、うちのやつ。え、でも結構いい、子供のじゃねえみたいな、友達に笑われた。いや、でも、すごいよ。ほら、いいでしょ、三段、え、めっちゃいいでしょ、これ。え、なんか、ね、これ足でできたけど、これタラバガニ。ね、だからさ、タラバガニじゃねえだろ。これ、スマホの三脚。うわ、こんなのできんの。うん、100均で買ったやつ。100均すごいの、ね、なんかさ、スマホ、何個これあんの。え、これいらないでしょ、そんなに、うん、いらない。はい、これ来ました。はい、これ私と同僚って。はい、うわ、何これ、これ何、これはチョーカー。え、何このチョーカー、すごい、つけようかな。ね、これローリーズファームで買ったんだけど、なんか痒くなっちゃうの、つけたら。いや、つけてない、アレルギーか、うん、多分。はい、次、これ、これ何、うわ、え、コーチとか使っちゃってんだ、コーチとか。あ、でもこれね、視聴者さんからいただいたやつ。うえー、ピンクで揃えて女子っぽいじゃん、めっちゃ女子じゃん。これも全部視聴者さんからもらったんだけど。わ、あ、これほら韓国のやつ。あ、そうそうそう、ピーチみたいなやつ。あ、ピーチ、ピーチちゃん、ピーチちゃんだっけ、うん、かわいい。コンビニで買った、ほら。あ、でもディオールの。そう、これどっちも、あ、ディオールじゃん。あ、そう、前私がカノンから誕生日にもらったやつ。これ何、これはハンコ、いつでも使える。大事だよね、シャチハタ。これ何、目薬。うん、目薬。何の目薬、普通に。普通のなんか、あの、目の疲れ取るとか。編集してるとさ、やっぱり。あーね、やっぱ大変だもん、ね、うん、ずっと画面見るから。じゃーん、これ何、これも視聴者さんから。えー、コーチくれるの。うん、じゃあ、私もありがたいです。私も使ってます。うわ、え、何これ。あ、スマホ。え、これ別のってこと？こっちが仕事用で、こっちがプライベート用。え、ね、ピーチ好きなの？うん、好き。ケツみたいで。わ、マイク入ってる。そう、これスマホ用のマイク。なんじゃそりゃ。スマホで音質が綺麗に撮れるマイク。え、ブルガリ使ってんの？はい。これも視聴者さん？これだね、これだね。いやいやいや、これか、これか。いや、これか、いや、これか。いや、何が入ってるかとか。パスポートも入ってる。え、パスポート見せようか。うん、どうぞ。あ、かわいい。どっちがいい。そう、ド M です。ド M の M ね、これね。そう、ド M の M。 そう、まだね、戸籍欄書いてないから F でしょ。え、F なの、 F になる。フィメールとメン。あ、そういうこと、うん、あ、だから M なの、これ。そう、うちまだ書いてないの。え、でさ、これってさ、なんかこう通った時にさ、なんかんみたいな感じで見られない。あ、なんか、うん、言われる。なんかトランスジェンダーって言うと世界共通用語だから。オッケー。あれ。ねえ。ちょっと。え、待って。一個しか入ってない。なくした。なくしてそれで一個。そう、これでゴルフするの。待ってね、こんするか、ゴルフ、これで。これゴルフクラブだよ。ゴルフクラブだよ、そうです。こんな感じになっております。いや、はい、でも全然違ったね。全然違うね。なんかやっぱり YouTube やってるからさ、なんか普通の人とはちょっと違うよ、うん、なんかカメラとかも一眼もあれ入ってるからね、これ使ってるやつも。そっか、うん、こんな感じに入れてる。ってことはこれよりもっと重いってことだよね。もっと重い、全然重い。でもこっちの方が売れると思う。売ると思う、したら。いや、でパソコンと買い取りに。そうそうそう。でも買い取りしたら高いかもね、パソコンだからね。なんかそういうのしてみて、今度。やだよ。はい、こんな感じで。で、なんでしたっけ、私たちなんか近々またこうご一緒することが あるんですよね。あるんですよね、前にね。え、9月7だっけ。9月7日、そうです、9月7 ロゼさん主催の、まあ、ロゼマリナがオーガナイザーとしてやらせていただいている GJ っていうイベントがあって、ガールズジャムの略して GJ っていうんですけど、はい、そう、その GJなんとね、5、今回5回目迎えまして、5回目、主催のそう、主催のイベントを5回目迎えまして、はい、なんとそれにね、リフレクションっていう、そう、バンドが、なんか出るとか出るとか出ないとか。まあ私オファーかけて OK いただいたんだけどな。あ、もうそうなの。そう、OK いただいたんだよ。すごいっしょ。いただいたんですよ。そしたらなんか、あの、詳しい情報は画面の下。そうそう、画面の下にありますので、はい、ぜひ皆さん、まだまだ間に合います。あのね、会場は大塚ディーパさんというところであります。東京です。へぇ、ぜひ、そうなんだ、来ていただきたいなって思います。はい、今回、出演していただいたロゼの、リーダーマリナさんの、ツイッター等々は画面の下にリンクありますので、ぜひそちらチェックしてみてください。はい、今回の動画良かったらグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。